皆さん、おはようございます。魚まゆチャンネルをご視聴ありがとうございます。私、ちょっとカラーセラピストの資格を持っておりますので、色について今日お話しいたします。そんな大げさなことじゃないんですけれども、もう全くの趣味ですけれども、コミュニケーションのツールとしてこれを使うこともあります。それからカードもやったりしております。怪しい人ですね別に悪いことは言いませんね。これをしないとあなたはもうなんとかですって、そんな怖いことは私は言うことはできませんと、いろんなお話をしたり、経験ですね。そういうので、こういうふうにしたらいいんじゃないのっていうちょっとしたアドバイスをいたしますが、左の手で選んでいただくんですけれども、3色選んでいただくんですけれども、オレンジ色を選ぶ方はですね、すごく元気か、それか今からすごく元気になりたい方です。ゴールドを選ぶ方、時々いらっしゃるんですけど、ゴールドの選ぶ方は、お金が欲しいとかですね、高い目標があるという方です。別にお金が欲しいことは悪いことじゃございませんので、高校生とか受験生をお持ちになっているお母様は紫色を選ばれます。犠牲になって子どものご飯を作ったり、夜食を作ったり、お弁当を作ったりする、高校生のお母様ですね。そういう方は紫色を選びます。私の母が紫が大好きな母でした。もう亡くなりましたけれども、もうペン、財布、ハンドバッグ、青を大体の方が、日本人の方大体の方は青を選ばれます。すごく真面目で、真面目な方がこういう青を選ばれます。グリーンを選ばれる方いらっしゃいますけれども、グリーンは平和、喧嘩することが嫌いだとか、平和だとか、世界平和を望むとか、争い事が嫌な人が割と緑を選ばれます。資格があるといっても、卵でございます私自身は気をつけていることは、生徒様に会う時に清潔感とか不快じゃないとか、そういうことも注意はいたしますけれども、やはりこうね、怖い感じの怖い先生だなと思われたくないので、怖いのかもしれないんだけど、怖い先生だなと思われたくないので、極力黒い服は避けます。黒い服って楽なんですよね。黒いパンツに黒いセーター、黒いハンドバッグ黒い靴みたいな感じで行くともとっても楽なんですけれども、やはり黒っていう色は自分の気持ちとか心を包み隠すっていう性格があるそうなので、なるべく黒を着ないようにしています、なるべく淡い色ですね、パステルカラー、ピンクとか白とかクリーム色とかを着るようにしております。今日も白なんですけれども、少しちょっと赤いワンポイントで赤い色が入っています。赤というのはリードするとか、そういう主になってやるとかっていう意味があるんですけれども、それ一つを見て赤い服はあの人いつも着てるからもうすごくリードする人だっていうわけにはいかないんですけれども、そういう性格があるということですね。インテリアにおいて、この色が、好きだからこの色を投入するとか、ちょっと優しくするために、中和させるために白とかベージュを入れるとか、インテリアの関係もありますから、自分の好きな色ばっかりっていうわけにいかないですね。私本当はですね、オレンジ色が上から下までオレンジにしたらバカに見えますよねバカなんですけれどもね。だからオレンジは着ないです。あんまり着ないですね。でも好きな色と似合う色とか、それから人が見て不快じゃない色とはまた違うと思います。オレンジ色、そうです、ハンドバッグにオレンジを持ったりとか、ポイントで使わせていただきます。で、時々上から下まで真っ黒な方とかいらっしゃるんですね。なんていうの、食べ物もそうなんですけれども、お花もそうですね。お花は特にカラーの取り合わせが大事なので、いろんな色を混ぜて使うんですけれども、あまり偏るっていうことは、食べ物もそうなんですけれども、色によっても偏るっていうことは良くないと思います。
自分が、まあ、うちの母の例を出して申し訳ないんですけれど、自分は嫌いであっても、まあ、ペンに取り入れるとか何か小物で取り入れるようにして色の変色がないようにすると良いのではないかなと私の意見でございます。チャンネル登録もよろしくね。バイバイ。